だいぶ上から来たよ、今回は。谷間に長く立ってに行かなきゃダメだ。すぐ行きます、お願いします。はい、足伸ばしてね。伸ばして進展する力でエッチングして。わかりました。ゆうとスタンス、スタンス狭すぎるよ。はい、行きます。はいよー、谷回りの圧力出してマキシマムまでね。どう、大丈夫そう。ウェーブの処理だけはうめえな。はい、切れてるね、あの辺から。うん。慣れてきて良くなってきたよ。下もスピード出てきたしね。お願いします。匠潰されていくんだけど、要は低くなっていくんだけど、曲げる伸ばす筋肉で抵抗していかなきゃダメよ、ね、そうしないと下がっていっちゃうから、ね、潰れていっちゃうから低く、さとし切り替えでパッとこう抜くなよ、押さえつけながらリリース大事ね、リリースね。はい、ライン下がってましたか。うん、まあ緩斜面ちょっとまっすぐめだけど、まあでもタイムそっちの方が出んじゃないかな、今の方がね。そうですね、多分そうだと思う。単発な。サトシ。いいよ。ちょっとタイミング遅い。うまい。遠心力真反対に入るよ。こう前に入るんじゃなくて横に入る。ぐー、切り替えも押さえつけて。確認きます。お願いします。足伸ばせ、足。切り替えで押さえつけながらフラットにしかなきゃダメだぞ。離しちゃうんじゃなくて。重みをこう抜いちゃダメだよ。足伸ばせよ。わかりました。切り替えちょっと雪グリップしねんか、ずれるんか。そうですね、ちょっとずれますね。うん、まあちょっとあれだな、離さないようにして切り替えでさ、軽くしちゃうと次のタッチのトライが薄くなっちゃうから、でこういう雪はさ、私はね、少しずつ前傾角度出てきたから、内足もね、もう少し前傾角度出してね、両足で両すね、前傾角度出してね、でスキー押すのもね、両足で押して、外外じゃなくてね、あとはクラウチング組めてスピード少し出てきたよ。わかりました。今日はビデオが下手くそだ。ギューン、そうだ。そうそう。内足のすねもしっかり入ればいいよね。両足のすねが入って。クラウチングはもう少し手前、頭低くね、構えて。そうそう。内足の方向性出るといいね。向きは正対だからね。ね、胸はちょっと外向き。足はもっと伸ばせ伸ばせ伸ばせだね。わかりました。
るよね、スーパーじゃ。はいよ、切り替え抜くなよ、切り替え抜かないで圧力をマキシマムまで維持させてね。はい、体でかきゃね。本当に。おお、昨日よりちょっと前傾出てきたぞ。なぜか知らないけど K1 にスーパー G あるんだよね。だからこの子の世代はスーパー G があるわけ、大会として。スタンス狭い。ちょっと外。おう、ママだわ。長く圧力かけて押さえつけながらね。圧力の抜くとこがないようにね。